いにしえの賢者マーリンはひどい頭痛が起きると妻たちを集めて口づけを要求したってキスしてみますか。いいの？だって他にいないじゃん。別にキスくらい幼なじみだし、私たちこう見えて大人だし。じゃあ。待って。お、もうちょっとムード。壁の仕掛けの向こうに無限の迷宮があります。頭痛が和らぐ。家行ったらギルド行ったって聞いて、ギルド行ったらって細かいことはいいの。ひどいよ、私に相談もなしに。ごめん、エマには危険かなと思って。ああ、キスならもう大丈夫だよ。頭痛耐性覚えたから。え別に挨拶だからいつでもしていいと思うよ。幼なじみだし、耐性あっても頭痛はするし。そうじゃあ。うん。